サンレイレディス二日目9日、透明カントリークラブ、静岡県6592ヤードパー71、初日の嫌な記憶を振り払った。二日目に67をマークし、トータル6アンダー5位体まで浮上した渋野ひな子だったが、ラウンド中にはデジャブのような場面が訪れた。 それが4つ伸ばして迎えた13番パー4だ。ここはティショットを右ラフに入れた初日に、2打目をシャンクした場所、あわや OB という打球が飛び、一瞬ドキッとしたと心拍数も急上昇したが、その時は何とかギリギリボールが残ってボギーでしのいでいた。 二日目は会長にバーディを積み重ね、因縁のホールに入った渋野ひな子だったが、再びドライバーで放ったティショットが前日と同じ右ラフへ飛んでいったティショットを打った瞬間に昨日と同じとこから、はい、シャンクって思ったかっこ笑いとその時は苦笑い。さらに、 セカンド地点に行くと、前日よりも10ヤードほど後方で、ラフが深く、距離、ライトも2難易度が増していた、エッジまで105ヤード、ピンまでだと127ヤードという状況の中、初日は52度のエッジだったクラブも8番アイアンと、長いものに、 なるべく左に引っかからないように構えの時からクラブを若干開いてヘッドが抜けるように振りましたとスイングにも最新の注意を払ったすると放たれたボールはグリーン手前の傾斜に当たりはめて転がりグリーンオンまっすぐ飛んでいるのを見て めちゃくちゃ安心しました。ラッキーだなって。キャリー的には全然届かなかったけど、いい感じで跳ねてくれましたと。リベンジに成功した。その後も一つ伸ばして、67でホールアウト。シュイと2打差は、もちろん優勝も狙える位置だ。 それでも今日みたいにコツコツとやっていけばきっといい位置で終盤を迎えられると強く意識はせずにラウンドをスタートさせる終盤戦に差し掛かり優勝を争う上でも大事なホールとなりそうな13番を今日は楽に乗り切りラストスパートの起点にしたいところだ 渋野ひな子6バーディー1ボギー2だ。サゴイ浮上鬼門克服で、久々の V チャンス到来。女子ゴルフ9日、女子ゴルフスタンレーレディス第2日、静岡県裾野市、透明 CC 前日28発進の渋野ひな子22、イコールサントリーイコールが6バーディー。1ボギー67をマーク。 一気に首位と2打差の通算6アンダーで5位に浮上した。最終組の前組、ラス前からの逆転部位なるか。小岩井桜、23、イコール二鳥。工藤遥、二28。アマチュアの佐藤美優イコール、秋秀学園日立子、3年イコールが8アンダーで、首位に並び。 一打差の7アンダーの4位に、西村優奈、21、イコールスターツイコールが続いている。大会連覇を狙う今見もね、22、イコール土築電機イコールは5アンダーで9位。渋野日な子が国内戦では、一昨年の最終戦以来、一年11ヶ月ぶりに、首位と二打差、以内で最終日を迎える。 その最終戦前週イコール2019年代を、聖シエリエルレディス以来。1年11ヶ月ぶりの V チャンス到来だ。この日は1番パー4で、残り136ヤードのセカンドショットをピンそば1メートルに、つけバーディー発進。3番。8番のパー5では、 復活中の飛距離で共に2オン2パットのバーディーダッシュ。10番で6メートルを沈め。14番に3パットボギーを挟んだものの。15。17番でいずれも2.5メートルを決めて67。なんとか最小限のボギーで回ることができたし。 全体的に安定したゴルフができたと納得の表情を見せた。前日ラフからの第2打をシャンクし、ボギーを健常した13バンパー4では T ショットが昨日とほぼ同じ場所へ、ドライバー打ち終わった瞬間に、はい。昨日と同じところから、はい。シャンクって思った。 キャディと苦笑いで顔を見合わせたが、行ってみたら、昨日よりさらに深いラフだったけど、クラブの番手を一つ上げて、とにかく左に引っ掛けないようフェースを開いて抜くように、打った8番アイアンのショットは、きっちりグリーンを捉え、パーをセーブした。鬼門克服。また一歩前進だ。 久しぶりに二打差からスタートする最終日に渋野ひな子は優勝への欲を出して今目指していることを壊してしまいたくないでも狙って勝つぐらい気持ちが強くないとこれからやっていけないとも思うとにかく真摯に自分と向き合っていくと話した終盤の4 5ホールで3打差ぐらいまでにいられたらギアを上げてもいいのかな。そういう状況になった時の自分を体験したいし、感覚を味わいたい。助走を終えた渋野ひな子が優勝を目指してスピードを上げる。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。